はい、こんにちは、アクアプラスです。今回ですね、これだけのルアーですね、タックルベリー中古で買ってきました。はい、まずこちら湾岸ミノーです。これ多分ジャッカルだったっけな、わかんないですけど、ジャッカルかな、湾岸ミノー。結構重さもあってね、いい感じ。はい、そしてこちら、あ、はい、ヒラメミノーのフラッシュブーストのレッドヘッドです。買うとね、2600円ぐらい、多分これも2000円ぐらいするんじゃないかな、わかんないけど。でこちらがハヤテミノー、結構重いですね。ただこっちね、目がついてません。目はね、なんとかなるので別にいらない。はい、そしてこちら貫通って書いてある、なんだろう、わかんないけど、針はね、なかったですけど、ちょっと重い感じなので、飛距離出そうな感じのブルピン、一応ブルピン。はい、そしてこちら、ジャクソン G コントロールです。まあね、中古なんでね、カラーはね、選べないですけど、G コントロール。こちらも結構2000円近くすると思いますね。はい、そしてこちら、ショアライン、シャイナーのセットアッパーですよ。小さいやつ。セットアッパーはね、なかなかいい感じ。これもそこそこ2000円近いんじゃないかなと思います。はい、そしてね、フラッシュブーストの短い方。長さね、全然違う。こっちはね、ちょっとバスにも行けそうな感じがするので、ちょっと。買いました。はい、こちら7個で、なんとですね、なんとですよ、7個なんですけど4000円しないです。3900いくらか、7個で3900円はね、すごいお得。まあこれの辺はね、針ついてないですけど、針はね別につければいいので、本当ね、なんか先週はね行ったんですけど、こんなにはなかったんですよね。なので1週間過ぎたらこれだけ揃ってました。思わずね、大人買いしました。でもこれで4000円しないのはすごいお得だと思います。ということで、これでね、今度ね、釣りたいと思います。